買ってきました。あったかいやつだ。本当に写真にある通りだった。こんなの。マジどうだと思いますかこれ。いや、あんかけじゃなくて本当につゆの中に。そばを餅に丸、あの、包んだやつが入ってる。なんだろうこれ。いや、でも本当にあの紹介写真の通りなんですよ。いい感じだ。本当に写真通りなんですよね。綺麗に盛り付けてある。で、ちょっと待ってください、写真撮ってからよっ。汁焼きそばに餅入れた、餅で丸めた感じですね。じゃあいただきます。あー、冬が焼きそば味だ。紅生姜もかなり効いてるなこれ。じゃあこの見た、この絵面、この絵面、意外と餅柔らかい。案外餅がそばに情報してる感じがする。焼きそばとスープがなんかメインで感じられて、餅が甘い、甘さが引き立ってるのか、餅自体になんか甘い味が入ってるのか、妙に餅が甘い。いや、あの、意外と成り立ってますね。意外とうまい。見た目的にはちょっとどうかと思うけど、意外と餅と乖離してないですね。意外と合ってるな。なんか餅が甘いんですよ。なんていうか不思議な感じ。割と美味しい。ただまさかここまで美味しいとはっていう、びっくりする美味しさではないんですけどね。紅しょうがもうちょっと抑えた方がいいなこれ。たっぷり入れられすぎ。豆腐ってどう。あ、豆腐か。私食ったことないですよね、豆腐。あんこ入りのやつでしたよね。紅しょうががちょっと強すぎる。
餅とそばがややそばが有利って感じだったな。でもまあ美味しかったですね。本当に写真だけ見るとめちゃくちゃ馴染じゃないかと思ったんですけど、ちゃんと馴染んでましたね。さすが料理として出してるだけある。ふう、これで今何品食べたっけ。明らかに去年より食ってる感じが。あれぶりそばだけで、でも餅の存在感も結構強いんですよね。餅料理っちゃ餅料理だけど、餅が主役かっていうとそうでもない気がする。あれあれ、こんな食ったっけ。あれ8個も食いましたかね。7個じゃなかったっけ。今食べたのが、決して おごってもらったから言うわけじゃないんですけど、川崎炒め納豆餅春巻きがうまかった。こんなに食ったんだ。もういかに腹いっぱいで苦しくなってるだろうと思ったらそうでもないな。今回小皿のやつも多かったからかな。なんだろう、カロリーはあんま考えたくないですね。まああんまりカロリー取りすぎてもいっぺんには消化できないということで、投票。あ、投票2時まで、マジで。あれそうだっけ。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、え、今2時って聞こえたけど本当か。開催概要、時間、投票は15時。あれ15時じゃないか。ん、2時と3、え、2時って聞こえたけどな。投票は15時終了となってるんですよ。おかしいな。ウェブだと15時までですよね。気持ちがいいか。でもあと10分とか言ってなかったっけ今。あと1時間10分ですのでとか普通言わないと思うし。まあじゃあでも今ある分は投票しときましょうかね。どうすかな。これ動画として残るから私が何投票したってあんまり詳しく残ると、さっきの例えば雑煮のおばちゃんから刺されたりする可能性が。まあそこ美味しかったからもちろん入れるつもりなんですけどね、ついでに。あと雨がちょっと強くなってきてます。まあ納豆に3枚かな、春巻き3枚かな、春巻き3枚とさっきの爆弾も結構美味しかったんだけど、あれは一つでいいかな。ジンギスカンあたりは他に投票する人いそうだからいなくていいや。これ片割れてた時点で投票しないってところが明らかに出ますからね。まあ雑煮2枚ずつとあと1枚。焼きそばに入れてみるか1枚、冗談で。味的にはそんなに上位じゃないんですけど、私的には意外性があったので、焼きそばに1枚かな。いや冗談でちょっと言い過ぎか、冗談で言い過ぎた。でも面白いですよねあれ。投票するところも一応見せた方がいいよな、配信的には。
書いてあって、もち札もあって、もち札もあって。マイク遠かった。札持って、傘持って、あ、そうだ、iPhone でコメント見ながら行こう。いや、違う、ティッシュ持たなきゃダメだ。よいしょ。で、PC 持って、よし、ふう、で、あ、また音が切れた。こうして、おお、これでよし。やっぱり音切れましたね。椅子をさっきより着き始めたからもう大丈夫だと思います。完全に空いてる机もあるし、あそこがよっぽどなんか好まれる場所でない限りは。あ、また切れた？ん？今来てますよね。投票所は確か去年この辺りだったんだけどな。ん？今大丈夫ですね。投票所どこだっけ？あ、あった。ちょっと待ってくださいね。 PC 見てたらダメだこれ。 PC は引っ込めて、ちょっとあの音止まったりしたらすみません、コメントも見えなくなります。皆さんありがとうございます。あと5分でですね、投票を締め切り、マジで締め切りだったんかい。2時になりましたら、なんで1時間繰り上がってんだよ。持ち札をお持ちのお客様、このお餅が美味しかったと思うところに票をお送り。ちょっとこれ傘差して入れないな。あと5分でおしまいとなってしまいます。販売の方は3時までやっております。販売3時までか。まだですね、販売している餅のお店、若干売り切れのところもあったもちろんたくさんございます。これくらいか。あの投票の方だけですね、2時でおしまいにいたしますので、今のうちに投票をください。ちょっとすみません、写真撮って、黒石焼きそばに冗談で1枚。はい、いらっしゃいませ。で、炒め納豆もち春巻きに3枚。やった。で、山芋雑煮と、あれ？あった。カバ100万石雑煮。投票所の脇にですね、もちグッズの販売があるんですが、もちハットがございまして、もちハット、もちハットがあと2つになっております。もちハットあと2つ。もちハット1つ500円でございます。もちハット1つ500円。もちハットってどんなんだ。そんな煽るようなことで言って。向こうの方々が考えてくれた。証拠たくましいな。2つで考えてくれたので、やべえ、買えなくなる。で、どこだっけ、もちグッズ。あれか、モチハットってあれか。あれですね。あれだ。
投票の方は5分で締め切りますので、ステージ脇黄色いテントのところでお願いいたします。本当に1時間繰り上げてますかね。なんで今あの投票してるとこ映りましたかね。ちゃんと確認できてない。そう、東北ずんこ、あれ萌えキャラでツイッター上でやたら人気あるんですよね。ハットはですね、あと2個で完売となっております。持ちハットは1つ500円。持ちハットそもそもそんな並んでたっけ。そう、ずんずんとあーもいるんですよね、ゆるキャラの方。あ、そうそう、これが去年優勝したシワもっちりハムカツ。あれ今回プレミアムって名前じゃなくなってる。あ、今回これあれか、あの去年優勝したからかどうかわからないけど、今回はこれサミット参加じゃなくて普通に売店というか、あの屋台で売ってるだけなんだ。このコミは年1回、そんな感じですね。1年に1回もやってないぐらい。これは去年うまかったな。でもうまくて当たり前だろうって思うんで。去年プレミアムってついてたのは確かあの特別なハムが使ってあったんですよ。今回は普通のハム使ってあるのかな。あ、でも同じだ。プレミアムってそう、あのなんていうか選手権に参加するとき用の名前なのか、もしかしてプレミアム。去年はもっちりハムカツプレミアムって名前でした。おそらく材料的にも同じものだと思う今回。で、去年の優勝チームは参加せずに普通に売ってますね。よし。で、じゃあ14時半から投票結果出るのかな。ハムの人、白金プラチナポークって書いてありましたよ。ハッキン豚と書いてプラチナポークかな。今これあのカップかぶせてあるのは角度調整のためです。よいしょ。投票結果一応見たいですね。2時になりましたら投票終了。あ、ちょっと寒くなってきたかも。持ち販売は15時までやってるそうです。じゃあ締めいくかな。やっぱり締めはあれで、日本人として。でももう明らかに投票時間外ということで、売ってる人も売る気なくなっちゃってるかもしれないですね。ていうかこれの投票結果の上位ランクインするかどうかって、どのぐらい商業的に価値あるのかな。これお餅らしいんですよ、お粥なのに。これ食ったら8種類になりますね。8種類だから3分の1近く制覇ってことになるかな。あ、でも考えたら25種類もあったっけ。本当に全部で24種類でしたね。だから3分の1制覇ってことになるな、もう1種類食べたら。結構無理やり勉強な。ナショナリズムってなんだっけ。あ、日本人としてとかか。他の民族を排斥するようなこと言わなかったらレーシストとかなんかそう言われずに済むんじゃないかなと思うんですけどね。自分の民族しか認めないって意味で使うと悪い意味になると思うんだけど。ブザーは無粋じゃなくて。どのぐらいボリュームあるのかな、これ。小事故活性化、あ、本当に小事故でやってるやつなんだこれ。で、私は8種類食ったら合計2400円使ったことになりました。あ、そうだ、納豆の春巻きはおごってもらったから2100円ですけどね。いちいち反応ですかね。あ、おかしくなった。
そのあたりにはついなんかあの正論言いたくなってしまう、正論というかなんか無視すると負けた気になるんですよね。正当な批判というのも難しいの。私は自分の知識に自信がないから批判的なことは恐ろしくて言えないんですよ。心の中で思ってるかどうかは別として、増水すぐ行くかどうか、だいぶ客足も落ち着いてきたな。料理としてはまだ売ってるんですけどね。さっきからハラミ焼きばっかり映してるんだよなこれ。近くにそれがあるから、よっと。これだと他のテーブルが映るもんな。 GoPro だとどっちしろ映ってるか。あんころもっちか。そう、あんこ系今回食ってないですよね。あんこ系は特に重たい感じがして。本当でも揚げ物系がカロリー的に重いんだよな。ハラミ食べてないです。あ、でもハラミはもう終わったっぽいな。いや、やってるか、やってるかな。でも食うとしたらもう一品持ち食うかなと。ん、かわいい。何が映った、何が映った。気持ち、うん、人だいぶ減りましたね。雨もさっきから少し強くなってきてるから、投票結果の発表が食べたくない、ハラミを食べたくさせといて。いや、私はまあハラミ、あの焼きそばとかですね、もちと関係ない屋台もたくさん出てます。今回は去年確か純粋にもち料理のエントリーしてる店だけだったと思うんですけどね。だから店の数でいうと去年の2倍だか3倍だか、もっとか、かなり多いです。店が並んでる位置が増えてるんですよ。去年この辺りはあの特に店出てなかったはずです。 何もちが一番好き、条件次第、あの環境次第なんですけどね。汁粉系が好きな時もあるし、でもやっぱ頂点としてはお雑煮かな。ん、揚げっぽいの持ってる人が、ん、揚げっぽいの餅委員会の規制が、規制、投票今してきました。そう、餅料理の食べて一番うまいと思った時のそのマックス値で考えると、やっぱ雑煮かな。そう、ふるさとの雑煮、どうしてもそれになっちゃうんですよね。うちの餅は結構あの柔らかめになるんで、舌の上で伸びるんですよ。舌の上で伸びた餅とあの雑煮のつゆのミックスが最高ですね。私にとっては団子と餅は似てるけど、かなり、いや、どうだろうな。規制が、あ、そうか、今回通信規制今日ないですよね。昨日はそれっぽいのが何度かあった。味噌の雑煮澄んだだし、まあ、それは食べ慣れてるのはどっちかによるんでしょうね。あ、さっき目撃、一応あのはっきり分かるようにしてますからね。よっよ、梅ヶ谷餅は、梅ヶ谷餅、実は私は冷えたやつの方が好きだってことが最近分かってきたんで、焼きたてのやつはちょっと柔らかすぎるんですよね。餅の歯ごたえよりもあのちょっと入ってる普通の米だけ、上新粉だけによって弾力が少し減ってるんですよ。いや、あの出来たての梅ヶ谷餅って、私はどうも祭りで買ってきた
買ってきた帰り冷えた梅ヶ枝餅しか食ってなかったみたい、子供の頃。もなかの餅か、またハラミか。その像には綺麗な、その時の写真あったかな。まあ自慢じゃないけど自慢なんですけどね、結構何年か前だったよな、あれ。実家の雑煮配信した時、ああないな。雑煮写真今ウェブアルバムの中にないですね。残念。見開かそうと思ったのに。ダンボールアマゾンの、そうです、あのアマゾンの箱です。ボタン持ちとかはかなり好きですね。私は甘いものも好きです。おう、でっかいあの分厚く切ったハムを焼いたやつのをたくさん買った人が落っことしたんですけど、危ね、落ちるとこだったって。落ちてるけど、一部なんかあの肉が地面にかすってるように見えたのもあったけど、でもセーフらしい。まず底板じゃなくて、あの外壁のとこです。底板はですね、あの糊がついてるんで、綺麗にあの取り出せなかったんですよ。だからこれは確か天板のとこにあるやつかな。を、なんだっけ、あのロールさせる、糊ロールさせるプラスチックテープに糊がついてるのを移し替える、あれで、あの貼り付けて、で裁断機で四隅を切ってきました。私はあの自炊してたりするんで裁断機持ってます。あ、ガビバッテリー切れたと言ってる間にまたコメントが。金貨ハムサンビルルですね。そう、裁断機持ってます。なんてやつだったかな。沖縄で雑煮配信、ですね、正月は実家に帰るつもりなんですよ、いつも福岡の実家に。もちさみとタグ、他に配信してる人いたかもしれないですね。いないかな。天気悪いからあんまりやろうって人いないかもしれない。あの最初から計画してこれをやるんだと思ってる人じゃなければ。自炊裁断機、野菜とか自炊業者、自炊カフェみたいなのが確かあるんですよね。カフェじゃないか。この間あの山手線乗ってたら五反田でスキャン堂って書いてある建物があって、2階のところに書いてあって、あのググってみたら本当に自炊の機材を時間でレンタルするとこでしたね。で自分で自炊するんですよ。あ、自炊ってあの本を裁断してバラしてスキャンすることを自炊って言ってますけどね。ゾウニツイート、あ、だいぶ古いやつですよね。ありがとうございます。南方から大雨、まずいな。駅まで3キロぐらいあるから、一応あの雨装備はあるんですけど、あんまりザーザー降られるとやばいんですよね。通り過ぎるの待った方がいいんじゃないかな。コミは私は2つ持ってます。これといつもの自転車旅行のやつ。自炊はゴミ出ますね。あのゴミ、あの紙で角張ってるからゴミ袋簡単に突き破っちゃって、なかなか扱いにずにくいんですけど、裁判で、いや、ですね、私が見たところは業者がやるんじゃなくてレンタルだけするんですよ、機材を。お客さんは本持ち込んで自分で、バラすのは確かその場で係の人がやってくれるんだったかな、無料で。で自分でスキャナーを使って自分でスキャンするんですよ。そう、代行じゃないんですよね。あんなスタイルあるのかと思って。ハラミ釣りっぱなしだからな。パンフロコミ、あれ私のじゃないです。パンフロコミは昔からあって、私がそれに入って、でその中で配信させてもらったりしたんですけどね。あと今の確かまだ変わってなければ、今のパンフロコミのアイコンは私があの説明書からスキャンしたデータを使って加工して作りました。
うん、ピザレンタルだけやってるんですよ。確か15分で200円だったか100円だったか、そんぐらいですね。バリスタは水入れてもらいました、宿の人に言って。昨日の夜の宿配信のことですね。宿内にあの ネスレのバリスタが置いてあって、たまたま配信中に私が使った時に水切れして、あのガタガタ鳴り出したかと思ったらエラー表示っぽい表示になって、そう一旦逃げましたね。うん、戦車コミュ、あの戦車ゲームのパンツァーフロントのコミュニティは私が作ったわけではないです。私オーナーでもないです。ただ過去に配信したことがあってだけかな。うん、そう通報しました宿の人に。投票結果はまだしばらくありますね。じゃあ雑炊買ってくるかな。じゃあ、うん、雨が強い。また忘れないようにポタファイ置いて、やった。じゃあ雑炊買ってきます。うん、バリスタ無料でいくらでも飲めるんですよ。途中で水切れたけど。やばい、大盛りされた、大盛りされてしまった。あ、締めで大盛りって決まった。とりあえずなんか拭きたいな。なんかで拭きたい。まあでも拭くの後して食べるか。ちょっと機材があんだらけになってるんですよ今。この
ワイヤー線を お疲れ様でした。終了ですか？終了です。 まだやってました？まだ食ってました。最後のこれ障子がゆなんですけど。あ、そうだ、ね、今やらかしたとこです。よっと、美味しいっすね。なのであ、ちなみにあのプリケッツさんです。後ろに今恥ずかしいところ見られた。でもとりあえずいただきますかね。なんとかこの状態で食べてから後のこと考えよう。で、障子がゆが、あ、もう撤収されたんですか？まだ3時までは営業するので、ね、あ、なるほど。ちょっとで、これがどういうものかっていうと、怖いな。またひっくり返るんじゃないか。あと GoPro が今角度がだいぶやばいことになってるな。あ、椅子も持ちだらけに。はい、まずはそうですね。お、切れた。あ、どこなんだろうか。あ、バッテリーやばい。ネットワークがってことは、あ、バッテリー切れた。ちょっと GoPro しか残らないけど、今ポタファイを充電した、再起動したので充電始めて、いただきます。あ、これは柔らかい餅とご飯が混ぜてある。何が入ってるの、これ。あ、じゃない、普通の餅が入ってる。これ焼き餅と餅っぽいお粥があるんです。いや、これ普通のご飯か。雑煮のところ、あ、雑煮じゃない、雑炊のところは。あ、餅がちょっと甘い。
お待たせしました。戻ったかな。あ、GoPro にも持ちついてる。あ、GoPro のレンズに、GoPro のレンズに持ちらしきものが。あー、やばい。GoPro に持ちが。まあいいや、どっちのも乾いてるから。で、いつからさっきから最初倒れた時からっぽいです。あ、なぜかヘルメットの上に梅ペーストがついてるんですよ。なんでだこれ。で、あの雑炊さっき途中まで食べたんですけど、雑炊のあの梅ペーストが乗った雑炊の中にあの薄い焼き餅が入ってる。サクボス、おいくら？これ300円です。え、大盛りされてしまって、多分餅の量はでも同じだろうから。で、この餅が少し甘いんですよ。うん、そのさじ、あ、これはあのつけてもらった専用のやつです。梅ペーストがちょっと下にだいぶこぼれてしまったからな。っていうかこぼれたやつのこぼした梅ペーストの方が半分ぐらいある。これの上の方だけ今すくって戻したんですよ。梅ペーストゼロだとさすがに味が全く変わってしまうと思って。餅が甘くてうまいですね。で、雑炊のところは本当になんていうか、あ、違う、雑炊のかゆだ、おかゆですね。うん、ただ上のこの、あ、つゆの、あの、あんかけのあの味がしないと思ったら大半こぼしてしまったからだ。あのとこだけすくって食べてみると、ああ、なんだあれ、なんだっけ、あの和風のなんかの味なんだけど、あのあんかけのあんはだいたいこぼしちゃったんで、あんまり味がないです。うん、あんもらいにあんかけもらいに行ったら多分もらえそうな気はするんですけどね。今機材にどんだけ被害が及んだか全部まだ確認しきれてないんですよね。ちり紙欲しいけど今回ちり紙持ってこなかったんだよな。テーブルの上に餅、もうまだあの苦しくはなってないけどもうやめとこう餅。でも九州の目でまだ普通に美味しく食べられるとは思わなかったな。帰りの走りで、そうですね。最後に甘いの、これの柿餅のところも結構甘いんですけどね。あとは甘いの食べてないのはあんこ系と、うん、そうない。全体的に、ああどうだろう、朝飯食わずに来たのがそんなに効いてるとは思えないから、やっぱりサイズちょっと小さかったかな、どうだろう。そんなこともない気がするんですけどね。各店舗がそんな示し合わせて量を減らしてると思えないし、餅に行く、どんな餅、かき餅みたいな感じのやつが中に入ってるんですよ。あ、落ちた。で、これが意外と甘みが強い大付近、なんかあるかな。持ちネタ、赤福餅かな。赤福餅はあの暴力的な甘さかな。赤福、あれ甘さで全てを塗りつぶすって感じの味ですよね。あん
んこ系で、あんこちょっと重たいな今の状態だと。スープはもちろん土産に、ただ自炊しないのであんまり食材系買っていっても、持ちネタ食うことに思ったほど飽きなかったですね。最後は結構苦しくて、あの苦しくなるのかなと思ったらそんなでもなかった。あ、うん、あ食べ終わったよ。そうですね、そうしよう。ごちそうさまでした。じゃあとりあえず、だいぶ見た目マシになったテーブルの。でもあんまりわからないぐらいになってしまうと気づかずに残ってしまったり、誰かが手ついてしまってる可能性があるしな。うん、口の中で残った餅が甘い。濡れた布巾がちゃんとあった。とりあえず機材の方を動かしてもらいたい。GoPro の汚れ方は半端じゃない。よし。GoPro のレンズがピンチ。まあなんとかこれで映るようになったかな。うん。でもってえらい降ってきました。ザザ降ってます。よいしょ。
ということで、あ、14時半ですね。もう投票結果出てるんだっけ。でも多分やるとしたらあのドラムロールとか流れてくると思うから、それまでゆっくりしてますかね。ゆるキャラ、あ、ズンズンとアンアンですか。ズンズンとアンアン見てないですね。そういやどこにあったんだろう。ズンズンとアンアンの絵面はですね、ブース、あ、多分ステージでやると思います。去年ステージでやってた。面白い企画提供店舗、あなた持ちキャラクター、お持ちはいつものやつで、あ、これか。少しを走ろう。この雨の中も駅まで3キロ走るのも嫌ですね。あれ？アンアンの方の絵がない。なんで？ズンブラ。アンシス。あと、これがあのグッズとか売られてたやつ、グッズとか売られていたやつ、あるして、このデフォルメキャラだけじゃなくて、普通の投資のやつもいましたね。上りが立ってた。ズンコ人気ありますよね。なんかシュガなんだろう、私みたいな。で、あとは JR の駅利用者だったり、多分誰でも見たことあると思う。これがなんだっけ、なんとかモッチでしたっけ、なんとかっち。クロリンモッチル、モッチル、モッチルってどれだ。これがおもっちですね。おもっち、ずんだもちのやつ。モッチルは、あ、クロリンってこれか。下の方にもありましたね。気づいてなかった。あーんとずんだだけじゃないのか。今のおもっちって JR のポスターでいつも見てませんか。あれイベントの運営関係者さんですか。全然関係ないです。ただのもち好きです。私はくまモン、クマモンは別に出さない。あ、なるほど、これ確かにいいな。いい表情してますね、モッチル。石ころ、なんかあの下脱してるっぽいですね。てか魂が抜けてるようにしか見えない。モチ、きのこモチは今回なかったですね。食べてないです。あ、確かにこれはいい表情してる。このアンアンとズンズンとクロリンとモチルがセットなんですね。さっきコメントで書かれてたみたいに、どこの絵だ、確かにそう見える。なんかこの左側でフォロー役みたいなのがいるのもいいですね。食物にこいつら頭から食べ物で、いや、これ遊んでるんじゃなくて食べ物が生き物なんで。あとこのクロリンはこれかっこいいっていう表現なのか、このキラッと光ってるのは。これハンサム設定なんですかね。今日のためにこの一周1年走ってきました、1年分のカロリーを。丸は目じゃなくて、そうですね、いや、この丸が目だったら怖いよ。この赤丸ですよね。ああ、そっか、目のところが眉毛に見えるってやつなのか、これ。
目が眉毛でほっぺたのところが目に見えるってことか。怖いよ。これは人、確か人玉に見えるな。そう見ようとするとちょっとそういう風に見ようとするのに頭の中で努力が必要ですけどね。しばらくその認識管理の時間がかかる。うわ降ってんな。で、2人一緒に、なんかどっかで映ってましたかね。遠目には、ああ、鼻の油。あ、会場で確か発表してたはずです。去年そうしてたと思う。で、ちょっと待ってください。X バンドレーダーこっち入れてなかったかな。この雨足がちょっと弱まってくれないと移動したくないです。ザンザン降ってます今。あれ、X バンドこっち入れてなかったか。じゃあこっちでコメビューで iPhone5 の方でこうして、ログインしてで、あ、しまった。またコミュニティ番号忘れた。何だったっけ。284216284216。よし取れた。 HP、 いや確か去年当日やってましたよ。うん、必死ででしょうね。今日はでもそんなに数多くなかったんじゃないかな。お客さんの数昨日の方が多分多かっただろうし。で、X バンドで見るとはこういう状況ですか。見える範囲で、あの雨持ちサミット今日2回目です。去年から持ちサミット自体も2回目なんですけどね。開催自体もあの雨が弱い青いエリアがないですね。降ってない以前に。これはどうしよう。このエリアギリギリまで引くと水色のところも出てくるんですけどね。リストで私は特に特色持ってないですけど、焼きそば票数知りたいですね。どうだろう、私みたいに、去年晴れたんですよ。この雨かなり強いで、私は6時何十分だっけの新幹線なんで、あと3時間ぐらいのうちには移動しなきゃいけない。3キロ、まあなんとかなるよな。持ち肌に、いや特に昨日でしょうね。昨日のうちにっていうのも多分あっただろうし、今日は雨予報見えてただろうから。でちょっと寒くなってきたんで、体育館の中に移ろうかな。いつまで、一応6時間枠やろうかなと思ってたんですけど、ちょっと余りますね。まあ、あの最後の発表があったあたりで終わろうかなと思います。あとはもう放送せずに駅まで雨の中我慢して移動して。おしるこは売ってはいたみたいですけど、あのエントリーはしてなかったですね。まあでも今年は餅料理結局9品食べたしな。餅的にはかなり満足しました。帰りですね。気づかないうちに冷えてるから、汁粉の方がまだ温かいものは今食べたい気はするけど、もう腹がもうこれ以上食ったら苦しくなるだろう。やっぱり今まだ苦しくないんですけどね。まあ、あとは5時間近くかけて食ったっていうのもあるのかな。一応朝ごはんと昼ごはんの間ぐらい分けてのスパンで食ってますからね。で去年は栗駒高原駅っていうところまで3、40キロぐらい南下してから輪行して帰ったんですけど、もう今日は移動はないな。もう新幹線通ってるし、車内で食べる夕飯どうしよう。今夕飯食ったって入らないです。一番ご飯、とりあえず新幹線に乗って帰るまで飯いらないな。あ、草雲だ。
くらはぎに草蜘蛛が。逃げろ逃げろ逃げろ。よし。ああダメだ、コンクリの上だからどうしようもない。なんとか生き延びろ。夕飯持ち帰れるやつ、え、あー持ちでですか。いやー新幹線の中では大体寝てますね。寝るか、あ今前通った人はあの山井造水の人じゃないか、さっきのあの日野翔平さんの番組出た人じゃないか。スルッと通り過ぎられたけど、ご飯にしてシャワー何杯も食べてましたかね。私より長時間どうだろう。関係者じゃなくて普通に食べに来てる人で丸1日というかオープンからこの時間までいる人っているかな。普通こんな食わないでしょ。よっと、まだ発表ないですね。あとはちょっとツイッターチェックしとこう。ツイッターで検索でもちサミット、クリケッツさんのショット撮ってない結局。そこでもちにそこまで必死で食おうとする人はいないですよね。あの場所そう、なんでリンクをしてんだあの人。日野翔平さんの番組見てからなのか。名刺あ渡してないや、そういえばそれもやってない。来年は多分来るかな。でもできればもうちょっと別の走ルート絡めたいですね。昨日は去年と同じルート走ってそれなりに収穫はあったけど、やっぱり山の方も走ってみたいな。半額、いややってるかもしれないけど、そこまでまだ食わなくていいです。今は餅料理、私は自炊全然してないんですよ。どこのどうですかね。カップ麺、あだったら、いやカップ麺はうまく食ってないな。あそうそう昨日の道そうなんですよね。まあ今復興作業がピークになってるのかもしれないけど、あれはちょっと走りづらかった。中に入っても聞こえるかな。これは体育館の中に入れるんですよ。中ではあの産業祭りやってて、あ三つ葉が、カップライス、あ確かあのなんだっけ、カップヌードルのご飯みたいなやつとかなかったでしたっけ、なんだったっけ、なんかそういうのが最近あったような。コミュニティでもこのコミュニティじゃ当面配信しないですよ。1年以上は多分。カップライスか、アルファ米なんですかね。テント移動中、そうですね、来年もうちょっと早くから計画して参加してもらえる人がいれば、来年のためにデザート、雑炊はいただきました。デザート系もだいぶ食いましたね。プリンとあれかな、2種類かな。もうサミットどうなんでしょうね、多分ここでの町おこしみたいな意味があるんだろうから、ここでは少なくともやるんでしょうね。
持ち込みは、いや封印じゃなくて実は誰でも放送していいんですよ。あの放送権限無制限にしてあるんで、持ちの放送したい人は誰でもやっていただいて大丈夫です。日本に、あ、もちりハムカツお土産にって言ってる。年寄りの、冷えてきた、だいぶ冷えてきた。ヤスリは多分やってるでしょうね。デザート、ハラミ焼きのことか。ハムカツ、ああでも冷えたらまた味変わると思うんですよね。あれ中が熱さして柔らかいかどうかっていうの重要だと思うんで、私はもっちりハムカツ。あ、もちハット買ってる人いる。すごい、本当に売れたんだもちハット。レンチンは新幹線じゃできないですね。家に帰ったらできるんですけど。餅の料理配信、昔は餅つきやってましたけどね。私の部屋にみんな集まってもらって餅ついて、肉肉しい餅、ですね、餅爆弾っていうのは結構美味しかったですね。あの案外スパイシーで、ただあれ餅がえらい大量に使ってあったから、もうちょっと薄くてもいいんじゃないかな。もうちょっと薄い方があの軽く食べられていいと思う。もちハットちょっと興味あっただけです。煽られたから。家にはですね、9時か10時ぐらいですね、餅焼いて、焼いてましたっけ、ついた餅つき器使ったことありましたけどね。5時間餅食い続けました。我ながらなかなかよくやったと思う。4時間半ですかね、大体。今年の冬の餅イベント、世田谷のやつっていうとどれですかね。あれか、大貨餅か。例えば前回大貨餅行かなかったな。大貨餅はですね、餅食う環境が悪すぎる。寒さに震えながら餅食ってもなんかせっかくの餅の美味しさがっていう感じが、まあ、あのシチュエーションが面白いって人もいるのかな。餅グッズはずんこマグカップとか買ってきますか。そう、ボロイチ電波今いいですね。あ、なんか始まったか。ん、ロボイチ、ボロイチは毎年やってますね。年2回ですかな。ちょっと今マイクのテストみたいな声が聞こえてきたんで、実際に始まったら行きましょうかね。寒くなってきた。今足元短パンなんですよね。トイレ行ってタイツ履いてこようかな。ちょっとじゃあ今のうちにトイレに入って再開。いやー、どうだろう。じゃあちょっと履いてきます。腹いっぱいって言った後に言うとちょっと意味が変わってくるな。タイツ、カメラに見せてるけど後ろにたくさん座ってる人たちも見えてるんですよね。Thank you.
ありがとうございました。なんかスタッフのおばちゃんが重りを持ってめちゃくちゃ重そうだったから2個運んで差し上げた。発表、あ、もうやってんのかな、あれもしかして。なんかみんな並んでますね、向こうの方。見に行くか。あ、そうだ、バッテリー交換しとこう。私もメーカーのヘッドホン使ってますか。タイズマン紳士ですね。ヘッドホンは使ってなくてスピーカーをヘルメットに貼り付けてます。お、まもなく産地に投票式。雨のため4時間人出ます。なんでどう関係あるんだ。これから1トプロ上げて、そうですね、1トプロ上げたいな。ぐらいはあるんじゃないですかね。そのモンベルはもう臭くなってきましたか。モンベル滅多に使わないから臭くならない。臭くなる以前にもう風化してしまうから汚れが。温泉に行こうよ。これでできる範囲では撤収準備できた。今後ろに何か映った。おお、すごいハウリング。よし、じゃあ見に行くか。皆様、前のステージの方に1名様お越しください。
もう先に行っちゃってるじゃないかこれ。ネタバレしてんじゃん。もう上位のチーム今行ってしまったじゃないか。ドラムロール的なためはないのか。よいしょ。よいしょ。傘持って。でもまあメーカー名だから分かんないやつは分かんないかな。あ、コタファイは、コタファイはどこやったっけ。コタファイは確か充電中。あ、そうか、これ持ち出したら今また切れるかもしれないな。コタファイ、コタファイあった。まあ5分ぐらいだったら大丈夫かな。読み上げがなんで来てないのかな、これ。もしかして出力先間違えてるかな今。あー、ボイミちゃんがハングしてる。まあいいや、画面見ながら行きます。豆次郎さん、お越し、ステージ上にお越しください。優勝これからです。これから結果発表見に行きます。でも持ち食べに来てる人は別に結果発表あんまり気にしないんだよな。豆太郎さんってどこだ。豆太郎さんってどこ、何出したとこだ。持ちレジェンドの人やっぱりいないな。よし、居場所取れた。風蓮特産館様、風蓮特産館様、1名様壇上に上がってください。あー、硬いサッカー、足元あったかいな。あとこれ両手塞がってるから写真撮れないな。傘をこうやって持って、あー、あー、濡れる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 、ダメだ。こうしてこうやって持ってば、風蓮、風蓮港って確か根室の方にありましたよね。それでは大変お待たせいたしました。3時を過ぎましたので進めさせていただきます。表彰式の開会の言葉を実行委員会副委員長庄司明弘が申し上げます。パーみたいな、これさっきあの、皆様お疲れ様です。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 昨日は、すごい、ね、天候に恵まれて、あの大盛況でしたが、今3分の1ぐらいの人しかいなかったな。あいにくの悪天候の中、お疲れ様です。皆様にあのさらにあのご臨場、あのご来席いただきまして、とても盛り上がったなと思っているところです。ここに、閉会式並びに、表彰式の開会を宣言させていただきます。GoPro は撮れてるよな。ほぼ関係者だけじゃないですかね、これ。結果発表あまりみんな気にしないだろうからな。それではいよいよ結果発表をいたします。あ、さっきネタバレじゃなくてまだ揃ってない人の呼び出しだったの。さっきのどれだけ多く集めたかということで順位を決めさせていただきました。これはあくまでご来場いただきましたお客様が好きなものに投票していただきましたということですので、販売していただいたところに入れていただいた方もいますし、そうでなくて自分が食べなかったけどもここがいいなというところに投票された方もいると思います。それでは結果発表を副委員長佐々木智和より申し上げます。でもどうだろう、個人的な予想としては
どれだろう、それでは皆様、閉会式まで雨の中残っていただきまして大変お疲れ様でございます。ありがとうございます。お疲れ様でございます。それでは結果を第5位から申し上げたいと思います。第5位、一ノ関市再稼働ピザ揚げ餅、おートータル食べてないやつだ、993秒です。てか票数すごいな、1000食とか出してんのか。第4位、平泉町平泉農家茶屋ゴールデンブーバー1007票です。また食ってないやつだ、ゴールデンブーバー。第3位、一ノ関大東氷津旗山あい工房大東山あい踊り、あのおばちゃんだ、得票数1012です。あーとか途中からも言ってた、やるなあのおばちゃん、あのおばちゃんのキャラなんだ。喜んでいただいて大変嬉しいです。ありがとうございます。それでは準グランプリ第2位は一ノ関川崎、お一ノ関商工会議所青年部川崎支部川崎炒め納豆餅春巻き、2位だった、1250票です。やっぱりうまいもんな春巻き、春巻き2位でしたね。それではグランプリを発表させていただきます。花ちゃんグラッチェって言ってた。流行る第1回全国ご当地餅サミット2013 in 一ノ関グランプリは紫波町ラフランス温泉館もちもちミルクプリン、嘘、1275票でした。個人的な評価と全然違ったな。その他出場いただいた、出展者の皆様方も本当にお疲れ様でした。食数といたしまして、集計、確かにあのプレーンもうなくなってましたからね、やっておりませんが、去年の倍になります2万8000食は出ているのではないかと思っております。大変ありがとうございました。昨日含めてですよね、2万いくらは。あのミルクプリンが1位か、すごいな。それでは続きまして完全予想外、表彰に移ります。表彰は実行委員会、個人的にミルクプリンは佐藤渡委員長から贈呈いたします。なるほどと思ったぐらいだったんですけど、ね、それでは第5位からお願いいたします。これ確か、岩手テレビさんですよね、あのカメラは。おプレスの人も結構夜賞状ピザ揚げ餅、プレスの人上がっていった。株式会社再稼働殿、記念は全国ご当地餅サミット、あの再稼働って確かツイッターで私の一ノ関において餅サミット配信の予約ツイートをリツイートしてくれたところじゃなかったかな。平成25年10月20日ご当地餅サミット実行委員会、商品が何かって何だろう、あるのかな。どうもおめでとうございます。ご飯とデザートか、あ、なるほど、こちらを見て、あちらを見て、あっちはプレスじゃなくて関係者の人が写真撮ってる方向なんですね。ありがとうございました。おめでとうございます。本日持ち検定の方にご協力いただきました。忘れてた、持ち検定のもあったんだ。越後製菓様より副賞のご提供がございます。越後製菓スポンサーだったのか。持ち検定っていうのそういうのあるのすっかり忘れてたな。見に行けよかった。中身は紹介ないのか。スーパーに持ちが、それでは続きまして、年末、第4位の表彰を行います。レジェンド見てないんですよ、この中にも今いないよな。第4位ゴールデンブーバー、ルーバー平泉農家ジェードの以下同分でございます。どうもおめでとうございます。商品違いますね、箱が。結局中身分からんけど。おめでとうございます。第4位の出展者の方にも越後製菓様よりご提供がございます。おめでとうございました。赤服のうまさが、私そうか、赤服のうまさがそこまで分からない。美味しい、まあ嫌いではないけど。
それでは第3位表彰を行います。持田真希持田、あ、今見てなかった。今落としたんですか、持ちたんですか、何か。いや、画面の方見てて、目の前の方見てなかった。工房、お雑煮でよろしいですかね。お雑煮京津畑山井工房殿、 あのおばちゃんが受賞しに来たんじゃないんだ。よく考えたら代表者が向こうにいる状態で、さっきのあのお雑煮、あのおばちゃんは代表者じゃないだろう。実行委員会よりもち米の玄米10キロが贈呈されます。来年日本一になるって言ってましたよ、あの子ちゃん。ありがとうございます。すごいな。よく考えたらあの子ちゃん代表者として出てないよ。グランプリの表彰を行います。メディア対応でメディアの人はあの後ろの方から撮ってますね。ちょうど私の反対側の方から。だから準グランプリ、新聞とかに写真が、表彰式のもし写真が載るとしたら、背景であのヘルメットに GoPro つけたやつが写ってる可能性が高い。あの表彰を受け渡しているところの後ろで。準グランプリの方には副賞として実行委員会よりもち米玄米20キロを贈呈いたします。20キロその場で渡されるのか。あれでも軽々持ってるのすごいな。20キロってあんなのかな。それではグランプリの表彰を行います。リンコ袋とバッグ合わせたぐらいの重さがあるのに。ラフランス温泉館様でございました。皆様どうぞ玄米でした。注目ください。賞状グランプリもちもちミルクプリン紫波町ラフランス温泉館と。意外だったな本当に。貴殿は全国ご当地餅サミット。よく見たら今読み上げてる人は餅ハットかぶってますよ。ずんだバージョンのこれを称します。平成25年10月20日今全部渡されたんじゃないんじゃないかな。ご当地餅サミット実行委員会委員長佐藤渉、おめでとうございます。おめでとうございます。そう、餅ハットかぶってます。あの白い副賞としてもち米玄米30キロを贈呈いたします。え、本当に30キロあるのか。もち米どころでございますが、ちょっと受賞者が今たじろいだ一瞬。南岩手の小金餅を岩手純情米ですね、こちらの方ご提供いたします。30キロ本当にあるか、あれ。さっきのおばちゃんだ。今の声はよろしいですか。おめでとうございます。30キロあれあるかな。30キロだとあの持ち方できないんじゃないか。全国ご当地餅サミットにあたりまして、特別市長より贈呈がございます。私とパニア両方で10キロないぐらいなんですよ。そのままお願いしたい。ん、私はもう今写真撮れてないな。もう一遍チャレンジするか。よっと。細かい、はい、グランプリおめでとうございます。ありがとうございます。グランプリおめでたいということで、タイをおめでたいということでタイの絵を渡されてますけど、あの人市長さんか誰かなんですかね。もう手書きっぽいタイの色紙が。出展者の皆様24店舗皆様に餅サミットに出場いただきました記念といたしまして、出場証明書と餅ソングの CD をプレゼントいたします。餅ソング700円のやつだ。ぜひですね、お店にこの餅出場証明書のあるお店に行ってお餅を食べていただければと思います。また出展者の皆様、ぜひこの餅ソングを聞いてですね、私もまだマスターしてませんが、あの曲ですね、覚えていただいて、来年は一緒に踊りたいと思いますのでよろしくお願いします。餅ダンスって何。じゃあ代表してどうぞ。ありがとうございます。餅ソング CD 渡されましたね。今回の開催にあたりまして、小安餅もプレゼントありますので委員長よりお願いいたします。小安餅、はい、小
こちらはですね、今回ちょっと予定が合わずに、参加できなかったんですが、25店舗のうち1個足りなかったとこか、安山で有名な小安餅というお店がございまして、小安餅様から、24個出店者分の お餅をいただきましたので、参加賞として皆様に参加できなかった小安餅さんが他のチームへの参加賞として餅を24個送ってきたってそれまたえらいぴったり送ってきました。それではグランプリ受賞者のお言葉をいただきます。小安餅ステージ中央でお願いいたします。はい、本日はこのように雨の中にもかかわらず多くの皆様にご来場いただきまして誠にありがとうございます。皆様のおかげをもちまして2年連続グランプリを最後に頂戴することができました。え、2年連続これよりお礼を申し上げます。ラ・フランス館がそうかプレミアムそうかやっぱり 2回目参加させてもらったんですけれども、去年の優勝チームなんだ。これ言葉としてはふさわしくないかも。確かに紫波町だったけどハムカツプレミアム本当に佐藤渡委員長はじめとするあそこと同じとこか。実行委員会の皆様そして違うメニューで全く違うメニューで出してきてたんですね。全ての皆様がガチなんですよ。ガチなんですですので私たちも私もそう思います。ガチで今後とも協力してまいりたいと考えておりますし、ぜひこの日本の誇る餅文化というものを2020年の東京オリンピックの際には岩手一関の地から全国へ発信できればなと思いますので、連覇したんだ。ぜひ今後とも餅サミットをよろしくお願いいたします。本日は誠にありがとうございます。ありがとうございますあの T シャツラフランスって書いてありますね。それでは主催者よりはじめにご当地餅サミット実行委員会委員長佐藤渡るよりお言葉をいただきます。この辺りも配信的にはあんまりあれなところかな。まあでも一応映すとこ。皆様本当にお疲れ様でございます。お決まりですね。あれ反応がないですね。お疲れ様でございます。お疲れ様でございます。ありがとうございます。皆さんもどうもありがとうございます。まあ当然ですよね。去年そして去年は長門東区ご当地餅サミットどこだっけ、そして今年は第1回の全国ご当地餅サミットとして私たち実行委員会はですね、1年前からずっとこう計画立てておりまして、今日はですね本当に雨の中多くのお客様が来ていただき、そして昨年を上回る餅を食べていただいたということが何より嬉しいことだと思います。また全国から多くの出店者の方が来ていただきまして、遠くの出店者の方々の新しい商品を見ることによって私たち一の時の餅文化にまた新しい文化を外から取り入れられたのかなと思います。本当にラフランス感だったんだ。優勝は今年も一ノ関から出てってしまいましたがいつかですね一ノ関からも出てきてほしいなというのは内心あるんですが、ただそれは起きましてもこうやって餅を通して全国の仲間と仲良くなって、そして一ノ関がより持ち上がることができるということが本当に嬉しく思います。今の自然だった。来年以降もですねよりパワーアップして、みんなで頑張っていきたいと思いますので、どうですかね、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。本当に今日はありがとうございます。持つ言葉では締めなかったですね。それでは最後に総括といたしまして、実行委員会名誉顧問であります一ノ関市長勝部治より、あ、やっぱ市長さんだった皆様にお言葉を頂戴いたします。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。昨日の天気と今日の天気こんなに大きく違ったわけですけれども、気温も全然違うと思うんですよね。実は今日私午前中は別の一ノ関市内の拝島神社というところの例大祭がありまして、雨の中馬に乗ってきたんですね。上下っていう馬に、そしたら雨にもかかわらずたくさんの人が今日餅サミットに来て並んでるという、そういうフェイスブックでちゃんとリアルタイムにニュースが入ってきました。で今までフェイスブック私やってないんだよな、他の業務で来れなかったんですが、本当に多くの方々に足を運んでいただいて大変嬉しく思います。そして餅芋もですね、餅は実行委員長をはじめたくさんこう流行って、このままでいくと
すごいことになるなと思ってまして、実はここまで来たんなら来年はもちご辞典でも作ろうかと、楽しみにしておいていただきたいと思います。それから今年はバルーンが天候の関係でちょっと上がりませんでした。あ、バルーンがあったんだ。来年バルーンが上がった時にはやはり去年もバルーン見てないな。サミットと合わせ技で上空に上がったバルーンから持ちでも巻こうかなと。マジか。そういうことも考えているところでございます。いろいろこういうイベントはちょっと上空数百メートルからの持ち巻きっていうのはかなり危険じゃないですかね。遊び心を8割ぐらい入れてですね、やっていきたいと思っております。今年から一関市役所も3階の高さから投げられても突き打ちかけたことありますからね。職名ができました。今司会やってるのもそうです。持ち特命係長でございます。特命係長、本人が辞めたいというまではおそらくそのままだと思いますから、いずれ多くの皆様方に愛される餅サミットにギネスに乗る餅巻きになるんじゃないかなというふうに思いますので、海外で餅巻きなさそうだったら、どうか多くの皆様方のご協力、ご理解、ご協力をいただきますようお願い申し上げまして、今回の2013の全国餅サミット、でも来年世界って話が出てこなかったですね。ありがとうございました。感謝の心を来年世界のはずなんだけど、皆さんに表しまして挨拶とさせていただきます。どうもありがとうございました。それでは閉会の言葉を実行委員会副委員長庄司明弘より申し上げます。これ確か最初に喋ってた人かな。以上をもちまして第1回全国ご当地餅サミット2013 in 一関の一切を終了いたします。お疲れ様でした。お疲れ様でした。あれ今持ち帰りそうって言わなかった、もしかして。それでは引き続き出展者の皆様と市長を囲みまして記念写真を撮ります。どうぞ速やかにお並びください。じゃあ行くかな。こっちはとりあえず持ちサミット的には相当漏らしたと思うな。いや持ち検定見られなかったのは残念だったな。え、第1回って言いました今、嘘。第2回ですよ、今年は。さて、じゃあ放送の方も一旦これで終わらせますかね。あとは雨が弱くなった隙をついて駅まで移動して、とりあえずこの体育館の中に入りたいな。外は結構寒いんですよ。あ、撤収始まってる。よし、じゃあ一旦終わらせてから片付けます。じゃあこれでよいしょ。ああよいしょ。じゃあこれで配信終わります。じゃあ持ち帰り様でした。持ち帰り様でした。持ち帰り様でしたと思ったらもう特に書かれてたな。それじゃあ終わったかな。GoPro もありがとうございました。